いいな。わかった。何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ？いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって、善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。そんなに迫ってこないで。これ以上詰め寄るならイバラが行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？もう何なの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。とにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。みんな笑ったり。楽しそうに喋ってる。俺たち
本当に勝ったんだな。シオンが直してくれ。なかったら。この光景も見られなかった。言ったはずよ。死なれたら困るってだけ。そうだったな。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。はぐればかりだ。大方指揮官であるスルドを失って逃げ出したってどこでしょうね。いるもんだな。あの時、修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょう。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ。精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ。王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ。ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの。あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの。知るもんか。言っただろ、記憶がないって。わかったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それがここのとこの騒ぎの連続でなけなしの在庫が降って。そうか、他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒。毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、
今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろうあの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな、俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。何か、あ、視線を感じる。誰かが助けを求めているんじゃないか。何？どうだろう。そうね。静かだ。もう誰も鞭打たれない。殺されない。やあドク。ん？お前さんは。俺だよ、鉄仮面だ。もっとも今はアルフェンだけどな。名前アルフェン。確かスルドを倒したのはそんな名前の。それじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面、お前だったのか。アルフェンだよ。それに俺一人でやったわけじゃないさ。だとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。半信半疑だったが。ドク、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言うの。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私は私の都合でそうしただけよ。
もちろんそうだろうと。だがそれであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果わしらは解放された。ありがとう、ドク。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それでわざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子もいるんだ。薬を探しているんだが心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。わかった、行ってみる。キルド駐屯地、確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。読むだけじゃ意味がないわよ。嬉しそうね。俺が？よく知ってる人から感謝されて、やっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクマか？そうかな。そうよ、私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続けてきたはずなのに、もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるっていうのよ。石でも投げられたらよかったのか。そうじゃないわ、ただ理解できないってだけ。さあ目的地に着いたわよ。なさそうな相手だ。炎勇者やぞ、はあ、行くわよ。下げろ。よし、いい感じだ。私が知るわけないでしょ。迷っていても仕方ない、これを持って帰ろう。間違いないことを願うわ。また来るのはごめんよ。念のためウルベゼクに戻る前にドクに見せて確かめた方がいいかもな。手短に他に願いたいものね。
万が一間違った薬だったらまずい。戻る前に毒に見せて確かめよう。問題なさそうな相手だな。行け、もらった。恐竜と食らえ。終わりだ。ハゲろ。炎よ、巻き込め。これぐらいの相手なら問題ないな。うまいこと見つかったか。これだと思うんだが、見てくれ。どれ。ああ、これだこれだ。早いとこを持ってってやるといい。ああ、そうするよ。まあ、鉄仮面。ああ、いや、アルフェンだったか。この先もそちらの娘さんと一緒に行動するのか。ああ。そうか。何かが変わり始めているのかもしれんな。何かがって。ああ、わしにもわからん。ただ止まっていたものが動き始めた。そんな気がする。きっとお前たちについてあれこれ言う者もいるだろうが、すべきと思うことをせ。疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう。よし、行くぞ。これで間違いないか。ええ、バッチリよ。本当に取ってきちゃうなんてさすがね。これであの子もすぐ良くなると思うわ。ありがとう。驚いたな。まさかシスロディアからの客とは。シスロディア。このカラグリアのお隣さん、五稜の一つだ。あの壁の向こうから来たとなりゃ当然ではあるが、本当によそから来たってやつに会ったのは俺も初めてだ。あの壁が開かれるのってごくたまにレナの輸送隊が通る時だけだったものね。その輸送隊に潜り込むようなやつもいなかったのか。いくら自分とこが地獄だからってわざわざ命がけで隣の地獄に行くやつはいねえよ。名前はリンウェル。シスロディアの抵抗組織銀の剣に所属。組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。おいジルファー、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。
全てのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさかレナ人、どうして。大丈夫だ、訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でもだって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろ。アルフェン、お前はどう思う？俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら、何とかしてやりたい。ネアズの言う通り、敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだぞ。うん、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで今さら止められやしねえよ。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ、こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だがむやみに殺すな。だろ、分かってるよ。あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。行くぞ。本当に全てのレナ人をダナから一掃できるんだろうか。レナ人を一掃だと？だって俺たちが生きるためには。違うのか。お前の炎の剣を得て勝利がただの夢物語ではなくなった今、俺たちは敵の皆殺しを目指すべきなのか。それはだけど、死なないため、殺されないために相手を殺そうとする。相手はますますこちらを殺そうと躍起になる。その繰り返しの果てにあるのは何だ。だからむやみにレナを殺すなとガナルに言ったのか。連中が俺たちにしてきたことを許すつもりはない。だが自分で積み上げた憎しみに押しつぶされたいとも思わん。憎しみの形は様々だ。たった一つの答えで全て解けるとも思えん。がそれでも破滅が嫌なら探し続けるしかない。見つかるまで一生探し続ける。お前もそうしろ。自分自身の答えをだ。ジルファ、あんたが戦い続ける理由は何だ。理由？紅のカラスに出会うまで俺の知っているダナ人は皆おとなしく奴隷の運命を受け入れていた。いや、俺自身そうだった。けどあんたたちは違った。勝ち目がなかった時からすでにそうだった。なぜなんだ。別に難しい話じゃない。奴隷でいることを拒んだ、それだけのことだ。奴隷として死ぬより
戦って死ぬことを選んだってことか。逆に聞くが、お前にとって奴隷で亡くなるとはどういうことだ。それはレナに支配されないことじゃないのか。ならレナに立ち向かい、志半ばで死んだ奴は奴隷か。俺に言われるまま訳も分からず死んでいく奴がいたら、そいつは奴隷と何が違う。それは身分だけが奴隷じゃない、逆もしかりだ。俺の奴隷になるなよ、アルフェン。あの向こうに見えるのは何だ。城か。リエゾとは別のスルドの城ね。別の。弱い者いじめは何なんだよ。どう？俺にも月が回ってきた。影も見誤った。リンウェルだったな。よろしく。その白いのをずっと連れてるのか。白いのじゃなくてフルル。フクロウの子フルル。フル。ここからでも来な。どこだ。まだよ。どういうと。受けてやる。すまん。小物に時間はかけてられないわ。敵はわずか。押し切るわよ。囲まれているぞ。冷静に。もう一度。邪魔ないな。容赦しないわよ。恐竜と炎よ、巻き込め。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。よし、いい感じだ。ハルハハルハ。どうしたのフルル。あれは こっちに気づいた。飛び回るズーグルか。厄介だぞ。私には関係ない。シオン、撃ち落とすから、その隙に仕留めなさい。飛び回る敵も撃ち落としてしまえば取るに足らないわ。分かった、待たせてくれ。カゲロ、あのズーグルども、何を襲っていたんだ。こいつは何。いや、ついでにしただけよ。倒さなければ先に進めそうになかったし。何が気に入らないのか知らないけど、私に触らない方がいいわよ。頼まれたって。リンウェル、シオンはそいつの傷を治してやったんだぞ。そんなの。なんだか会話してるみたいだな。喜んでるんだと思う。他のフクロウに会ったの多分初めてだから、もうフルル以外にいないのかもって思ってた。
ろう。せっかく会えたのに。現にまだいたんだ。またどこかで会えるさ。うん、そうだね。ね、プルル。プル。これぐらいの相手なら問題ないな。きつくなったら言えよ。ここにもフクロウ。意外といる。いるもんだな。なんだ、ジロジロ見て。あなたの格好はダナの戦士なのかしら。そんな大層なもんじゃない。使えそうなものを使って使いやすくいじっただけだ。シャレたジョーちゃんに見られるとちょっと気恥ずかしいがな。いえ、右側に比重を置いているのは利き手だから。それもあるが、戦いばかりでいろいろガタが来ちまってるってのが本当のところだ。そうだったのね。利き手側の装甲を厚く。なるほど。あなたも戦いのことばかりね。シオンはよく毎回あんな風に銃を撃てるな。どういう意味？俺は力任せに叩きつけるだけだ。それに比べて、なんていうか、その性格だ。別にそんなこと。単に銃がそういうものだって言うだけ。当たらなければ何の意味もないし。やっぱり意識して狙う急所とかあるのか？それほど意識しているわけじゃないけど、例えば飛んでいる敵は翼を狙うことが多いわね。あと翼もないくせに飛び上がる敵もいい的ね。避けられる心配がないから当てやすいわ。あなただって自由に飛び回れない敵の方が仕留めやすいでしょ。ああ、ひらひら好き勝手飛び回られるよりずっといい。戦いで敵の動きを封じるのは基本よ。まあな。おかげでうまく気絶させてくれた時は素材とかも奪いやすい。本当に助かってる。別に礼なんていらないわ。ちゃんと戦ってくれればそれでいいから。できたわ、食べなさい。みんな、準備はいいか？目的地に着いたわよ。おお、よし。これでどうだ。おお、どうかね。おお。ありがとう。
静かだと思ったらまだ食べてる。ここからでも来な。水の力で積みないくらえ。野郎の範囲を何かの役には立つだろうさ。弱い者いじめは好かんのだが、水の力で今だ。醤油とみなだ。邪魔ないな。見覚えのある景色は安心するな。うん、これでどうだ。よし、うん、素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さあ、先を急ぎましょう。そういえば、俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か、牙か。ここを抜けるのね。どうしたんだ、ジルファ。ああ、すまん。それ、指輪？女房の形見だ。女房って、あんた結婚してたのか。意外か。形見ってことは、亡くなったの。その、レナのせいで。いや、病気だ。薬が手に入らなくてな。あっけないもんだったな。あいつにも見せてやりたかった。この先の世界をな。ジルファ。気にするな。言っておいてなんだが、別に珍しい話じゃない。でも、行くぞ。階段や柱、どういう場所なんだここは。俺もここに来るのは初めてだからな。レナの輸送隊もここを使っていたんだろうが。にしては随分ボロボロじゃないか。シオンは何か知らないのか。知らないし、興味もないわ。ここダナの遺跡だよ。ほら、柱の装飾とかさ、大昔のダナの衣装だよ全部。つまりここは300年以上前に作られたということか。うん、何のためのものかまではわからないけどね。俺たちの先祖もこんなものを作るくらいの力があったんだな。いつかまたダナの人たちがここを自由に行き来する日が来るんだろうか。しっかりしろ。そのためにお前は戦っているんだろうが。そうか、そうだったな。弱い者いじめは使うのだ。
何かの役には立つだろうさ。ここからでも来た。やっと炎よ昇竜族真っ黒だ。終わりだ。炎よ下げろ真っ黒だ。飛んだら撃ち抜け。いいな。やっと真っ黒だ。空を飛ぶやつだ。私なら落とせる。終わりだ。その隙に分かった。つまんない。まさか石像のふりをするズーグルがいるなんて。ズーグルは自然。ずいぶん冷えるな。外はあんなに暑かったのに。多分シスロディア側の歓喜のせいだと思う。カラグリアとはまるで違うよ。覚悟しておいて。そいつは大丈夫なのか。フルルはもともとシスロディア生まれなんだ。多分緊張しているんだと思う。私以外の人とあまり接することないから。リンウェル、シスロディアについてもう少しこいつらに教えてやってくれ。あ、うん、そうだね。まず他人に気を許さないこと。なんだって。言葉通りの意味。どこに蛇の目がいるかわからないから。向こうじゃスルドの手下をそう呼んでるそうだ。本当は観察局の執行隊って言うんだけどね。どこにでも手先を潜ませて私たちを見張ってる。レナの監視ならカラグリアでも普通のことだったぞ。シスロディアじゃレナ人だけでなくダナ人もお互いに見張ってるんだ。蛇の目の下で働くやつからただの密告者までいろいろだけどね。ただ密告されたが最後強制労働行き。申し開きなんて聞いてもらえない。でも密告した方はご褒美にありつける。だから相手より先に密告しようとみんなお互い隙を伺い合ってる。それで他人に気を許すなか。俺たちはいいのか。それは。でもアルフェンたちはシスロディアの人じゃないし。地元よりよその人間の方がまだ信用できる。シスロディアのダナ人はなぜそんな状況を受け入れているんだ。誰もが戦えるほど強いわけじゃない。だから俺たちみたいなのがいるんだ。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。油断しないで。言われなくても。俺に任せてくれ。受け取れ。巻き込め。魔王エリカ自由の必要上発しよう。なんともドキドキしいやつだな。腕が上がったかな。そうでないと困るわ。ああ、答えてみせるさ。弱い者いじめはスカンドだ。ああ、あの青森で走るな。よし、ゴー。
に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。もっと力が必要ね。油断しないで。言われなくても私に任せて。魔王エリス、そのようだ。畳みかけるぞ。俺にも月が回ってきたな。合わせれば何倍もの力になるわ。面倒そうな相手だ。今なら閉めて。炎よ受け取れ。巻き込め。つまんな。炎よ巻き込め。玉切れを受けなさい。魔王エリオ。この調子でいきましょう。あの巨大なはぐれ。今の私たちでは厳しいわね。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。炎よ、巻き込め。いくらでも相手になってやる。炎よ、巻き込め。魔王エニカ、弾切れよ。決めた。これで終わりだ。どの調子で続けなさい。言いたいことでもあるんだ。終わりだ。投げろ。はじきだ。つまんな。泣き払う。天下だ。絶対魔王エニカ。やっと泣き払え。どういうこと。つまんな。私に任せて。みんなで下げろ。炎に引き込む。このまま落ちるぞ。あとは俺に任せろ。まだ お前たちの時代には達
せねえよ。やっと終わりだ。ファイトリー勝利。すまんな。これで終わりだ。治癒の術よ。やっと泣き払う。ファーストイント。行くぞ。魔王エニカ。終わりだ。エニアだ。炎よ勝利を。マッコ。やっと。止めよ。凍結。マグナレイ。水の力で。やっ。はあ。ビエンジン。行けるぞ。傷を治すわ。魔王エニカ。叩き捨てるな。ファーストイント。気軽なよ。炎よ行くぞ。まっこめ。すまんな。ここが踏ん張りどころだ。俺たちが引くわけにはいかんのだ。だから危険を上げろ。外さないわ。炎よ、巻き込め。終わりだ。さあ、行くわよ。魔王エニカ。治癒の術よ。どこだ。今だ。どこだ。投げ払う。さらに巻き込め。魔王エニカ。もてあったらね。決めてやる。よく出たな。治癒の術よ。治ってや。倒れてからじゃ遅いの。決めて。強っ。これで終わりだ。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。これは何だ。それ本で見たことある。貴重なものだよ。お前物知りだな。面倒そうな相手ね。炎よ魔王エニカ。状況が逆転したら敵はわずか。押し切るわよ。炎よこれで終わりだ。その調子です。ああ、ってことでもあるの。治癒術を使いすぎたかしら。
また一つ乗り越えたな。ああ、自由の味はどうだ。悪くない。面倒そうな相手だ。決めて。これで終わりだ。その調子で続けなさい。危ない。言いたいことでもあるの？まだまだ上を目指す。もう少しで出口。そしたらシスロディアだよ。どうした、また考え事か？俺たちはビエゾを倒してカラグリアをレナから解放した。今度はシスロディアのダナ人を助けようとしている。苦しんでる同胞を助けてやりたいとは思う。だけどその先のことはどういうことになるんだ？いい質問だ。数でならダナはレナを圧倒しているが、武器を取るものは少ない。その武器にしてもレナのものに遠く及ばん。仮にスルドを全員倒してダナ全土を解放できたとしても、まだレネギスとその後ろにレナの本国が控えている。今連中が本腰を入れて反撃してきたら、俺たちに勝ち目はない。たとえ炎の剣がどれほど強力であったとしてもだ。そんな、じゃあ私たちは望みのない戦いを挑んでいるの？明日の敗北のために今日の勝利を捨てる必要はない。戦うことでもう一日生き延びられるならその価値はある。その一日を使って明日勝つためにできることをするんだ。より現実的な話をすると、連中がその力があるのに俺たちを一掃しないのは俺たちが必要だからだ。だから連中が本腰を入れる前に十分な力をつけ、交渉の場に引きずり出す。レナと交渉するの？気持ちはわかる。だが俺たちが生き残るにはそれしかない。そんな、でもそんなのって。話は終わった。先を急ぎたいのだけど。シオンはどう思っているんだ？全てのスルドを倒した後は。私たちは同じ目的のために戦ってるわけじゃない。答える必要はないわ。ここがシスロディア。主婦まではどのくらいだ？まだだいぶ先だよ。ズーグルもカラグリアとは違うから気をつけて。わかった。これは離れず進んだ方がいいな。ああ。おい、シオン！密集して襲われても銃では反撃しにくいでしょ。あなたたちの後を追うわ。そうか。わかった。なんだよ。カラグリアじゃだいぶ打ち解けてたじゃないか。あのね、ここは敵地よ。いつまでも浮かれ気分に浸ってもらっては困るの。気にするな。あいつなりのけじめってやつだろ。それに考えてもみろ、茨があるあいつに関わろうとする人間が過去にそういたとは思えん。そんな相手に痛みを感じないからってお前は近づきすぎたのさ。そういうものか。あいつは一人でダナに来たんだ。だが一度でも故郷を思う素振りを見せたか？いや。それだけであいつが並ならぬ事情を抱えてるのはわかるってもんさ。そうか。それを含めて支えてやるのもお前の務めってことだ。これから長い付き合いになるだろうしな。仲良くやれよ。仲良くって。さあ、行くぞ。
仲がいいってわけじゃないのは分かったけど、あの人たち大丈夫なのかな。リンウェル、あまり前に出るな。いつどこからズーグルが現れるかわからん。大丈夫だよ、来る時だってなんとかなったし。いいから下がっていろ。そんな、ダメだよ、私が頼んで来てもらってるのに。お前が倒れたら案内役がいなくなる。それに危険を引き受けるのは老いぼれの役目だ。でもお前にはこの国の抵抗組織とつないでもらわなきゃならない。それまで元気を取っておけ。うん、ありがとう。でも確かに、どうやって通り抜けたの？ズーグルに全く遭遇せずに済んだとは思えないけど。何かうまく隠れる技でもあるのか？あ、うん、そうそう、私ってほら、こう見えても結構すばしっこいから。そうか、何にせよ運も良かったんだろうな。すばしっこいね。それにしても山一つ越えただけなのにこんなにも気温が違うなんて。そんなに違うのか。カラグリアは暑かったよ。俺は見た目の違いしかわからな。エクシル！自覚できなくても体は反応するんだね。そうか、くしゃみが出たら寒いってことか。くしゃみは風の引き始めというわよ。寒さを感じないならなおのこと体調管理に気を。今のはくしゃみなのか？言葉を噛んだだけよ。いや、俺のとはだいぶ違ったけど、今のは確かにくしゃみ。違うって言ってるでしょ。くち。お互い体調管理には気をつけような。もうカラグリアに後ろ髪を引かれているの？いや、むしろ離れられてホッとしてる。ホッと？安心したっていう意味？誰も彼も、見ず知らずの人までが俺のことを前から知っていたみたいに話しかけてきて、正直落ち着かなかった。それだけのことをしたんだ、お前は。レナのスルドを倒し、炎の門を打ち壊すというな。けど、それは炎の剣があったからこそだ。ビエゾの元にたどり着けたのだってジルファたちが。それでもビエゾを倒したのはお前なんだ。それに人間ってのは守ってくれそうなものを崇めたがる。英雄だなんだと呼んでな。俺はそんなものを求めていない。そんなスルドの代わりみたいな、俺は嫌だ。変わっているな、お前は。本当にそう思うならその感覚を大事にしろ。迷った時はその声に耳を傾けるんだ。そうすれば見失わずに進む。お前が正しいと思う道をな。俺が正しいと思う道。精度が上がったわ。ズーグルもカラグリアのとはだいぶ違うんだな。寒い国だからね、それに合わせた種類なんだと思うよ。なら火の属性を使えば有利に戦えそうね。高いな。加減を見誤った。弱い者いじめはスカンのだ。炎よ、巻き込め。魔王エニタ、そこ、ドン、燃やした。出させなければ負けはない。
俺にも月が回ってきた。さっさと片付けましょう。囲まれているぞ。自由にも限りはあるのです。もう一人か。そのようだ。たたみかけるぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん存分に力を振るいなさい。大したもんだ。期待しないで。さあ行くぞ。やっと。やっと。おお。行くぞ。魔王エミタ。すまない。やる。みんなだ。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。少し温まっていくか。人がいるじゃん。休める時に休むだ。仕方ないわね。なあ。うむ。ちょっと。
よし。いいな。そうね。おう。シオン、満足したか？ええ、十分よ。あれだけ食べたら満腹になるか。腹八分でやめておいたわ。え？もう測れなかったのね。面倒そうな相手ね。その調子で続けなさい。言いたいことでもあるの？なったら言えよ。あんなところに家が、人が暮らしているのか。メザイ224、ありふれた小さな村だよ。何か聞こえる。争っているような。執行隊、蛇の目が来てるんだ。迂回した方がいいと思う。どの道あんたたちは目立つからそのつもりだったけど、住人に密告されかねないから。やらせてるのはレナだよ。そう、抗わないなら嘆くのもやめるべきね。ずっと私たちを押さえつけてきた光目のくせに、よくそんなことが。よせ。だってこいつ、300年分の恨みを一人に負わせるのは公平とは言えん。お前もだ、シオン。敬意を無視して今だけで語るな。
それで今あの村で何が起きているんだ。多分通報を受けて蛇の目が誰かを連行しようとしてるんだと思う。まさか助けるなんて言い出さないでしょうね。私はスルドの首以外関わる気はないわ。アルフェン、お前は何をしにここに来た。何って、この国の奴隷たちを助けるためじゃないのか。お前はまだ奴隷か。そんな、違う。なら奴隷じゃない、自由に生きるってのはどういうことだ。覚えておけ、奴隷じゃないっていうのはな、自分の主人は自分、自分で考えて自分で決めて、その結果を受け入れる覚悟を持つってことだ。わかるか。わかる、と思う。よし、ならやれ。シオン、聞いてなかったの？私はやらないわよ。わかっている。ここでリンウェルと待っていてくれ。炎の剣なしで行くつもり？ああ、これは俺のわがままだからな。わがままって、あなたね。いいこと。私にはあの炎の剣の使い手が必要なの。こんなところで死なれては迷惑なのよ。シスロデンまで無事にたどり着いてもらわないといけないのに。何かのために誰かを犠牲にする、俺たちはそれをやめさせに来たんだ。前に犠牲にしたことがあるの？終わるまで隠れてろ、いいな。くそ、やっぱりここでもダナは虐げられているのか。怒ってくれるの？よその国のことなのに。どこの国かなんて関係ない。こんなこと、あ、もうた、あら、たくさんだ。おう、あら、ほう、ここにもフクロウ。意外といるもんだな。非協力的な者は不穏分子とみなして連行する。おとなしく白い石突きども。くそ、また誰か密告しやがったのか。そこのお前、反抗的態度は予備罪が適用される。俺は何も。やめろ。石突きの分際でスレド閣下の命令に立てつく気か。何者だ。炎の剣を使うには村人たちが近すぎる。だがこの敵の数なら。ジルファ、お前、ロウか。何をしてるの？戦うんじゃなかったの？生きていたんだな。今さら何のようだ。シスロディアは不穏分子の存在を認めない。ロウ、お前たちを拘束する。来るわよ。相手には困らないか。どういうこと？マグナリン光線回収。交代炎よ。いや、どういうこと？終わりだ。終わりだ。マジック、どこだ？終わりだ。交代マグナリン。ジルファ、黙るつもりか。望み通りにしてやるよ。
こういうわけにはいかない。恐竜と、はい、決めてやる。下げろ、叩きつける。恐竜と、はい、下げろ。炎よ、どうしたんだジルファ、なぜ戦わない。あの兵隊知っているのか。手を出すな。何を言って。頼む、償いのつもりかよ。いつもそうやって全部分かったような顔して。ジルファ、手を出すな。だけどせがれなんだ。今頃思い出したのかよ、避けやがって。見たくもねえその面を吹き飛ばしてやる。気をつけろ、奴らは武装しているぞ。敵の援軍だわ、炎の剣を使いなさい。無理だ、村の人たちを巻き込んでしまう。一旦引こう。なあ、もうジルファ、お前たちだけで行け。だが、あいつを残してはいけない。アルフェ、早くなさい。俺たちの戦いはどうするんだ。みんなあんたを当てにして。すまん。あれからだいぶ経つのに誰も来ない。ジルファだけでなく敵の追っ手もね。これからどうするつもり。決まってる、ジルファを助け出さないと。もし捕まったのなら主婦シスロデンに連行されたはずだよ。生きていればだけど。まさかジルファに息子がいたなんて。紅のカラスのみんなは知ってたんだろうか。どうしてあの村にいたんだろう。あんな偶然あるのかな。あなたが見せたあの力、あれは精霊術よね。シオン、何をするんだ。精霊術を使えるダナ人なんて聞いたことがない。実はレナ人なの。違うでしょうね。レナ人なら精霊術を使うときに目が光る。あなたが術を使ったとき確かに光ってはいなかった。あなたは光り目じゃない。すまない。あれは確かに精霊術だよ。レナがやってるのと同じ。私の一族は昔魔法使いって呼ばれていたんだって。ダナの魔法使い、そんなもの今まで噂ですら聞いたことないわ。この目で見た以上信じざるを得ないけど。それは多分私たちがレナが攻めてくるよりずっと前から隠れて暮らしてきたからだと思う。レナが来る前から。うん、迫害されたり狙われたり大変だったみたい。同じダナーでもか。ずっとずっと隠れて生きてきたんだ。抵抗組織の人にも秘密にしてた。
絶対に誰にも知られちゃいけないって、そう父さんにも母さんにも言われてたから。だがそれならどうして使ったんだ。わからない。あの人が死んじゃうってそう思って気がついたら。ダナの精霊術、レナにとって脅威なのは間違いないわ。おい、だから何わざわざスルドに知らせるとでも。今の私は同族にあだなすものなのよ。むしろそんな力を持ちながら使わずに隠れていたことが私には理解できない。それで守れた仲間だっていたでしょうに。何にも知らないで勝手なこと言わないで。よせって、ジルファにも言われただろ。私はこの国のスルドを倒せればそれでいい。彼女の仲間の目的だって同じはず。なら力を貸すのが道理じゃないの。それは俺たちの都合だ。それにまずはジルファだ。このままにしておけない。いいよ。え？あの人を助けるんでしょ。私そのために使うよ。あの人に死んでほしくない。いいのか。あの村に戻ろう。どうなったのかを確かめる。どうしたの。いや、ずいぶん暗いなと思って。当然でしょ、まだ夜が明けてないもの。そこがおかしいんだ。俺たちがシスロリアに来たから結構経つ。いくらなんでももう日が昇っていいはずだ。あ、そうか、カラグリアは違ったもんね。当たり前すぎて忘れてた。あのね、シスロディアには夜しかないの。え？昔からそう。朝が来ても決して明るくはならない。夜が明けない。それはレナの仕業なのか。なんだってそんなことに。もちろんレナのせいだよ。でも多分説明するよりシスロデンに行った方が納得してもらえると思う。分かった。だが今はジルファのことが先だ。我ら闇を書き、彼ら光を書く、すなわち全きを縁とする部。何をつぶやいているんだ。魔法の詠唱の練習。詠唱？じゃあ今の魔法の呪文なのか。そうじゃないけど、いざって時に素早く正確に発音する必要があるから口を鳴らしてるんだ。なるべく使わないようにしてたし。
一族でずっと人の目を避けてきたんだったな。リンウェル以外の魔法使いの人たちはどうしているんだ？悪かった、聞かれたくないことだったのか。ごめん。あのさ、私の魔法のことだけど。あまり大っぴらにしてほしくないんだな。うん、ごめん。あの村で使っておいて今さらという気もするけど。よせシオン。あの人が、え、シルファが死ぬのが嫌だった。だから。ああ、リンウェルが助けてくれなかったら危なかった。ありがとうな。うん、プルル。あの子、さっきから動かないけど大丈夫なの？本当だ、どうしたんだろう。来い来い、ほら。しまった。何、どうしたの？すまないリンウェル、フルルがいなくなった。驚かせるつもりはなかったんだが。フルル？フルルならそこにいるよ。どこに？雪しか見えないぞ。ダナフクロウは警戒すると気配を消すから、他人が一緒にいることになれないのかも。そうだったのか、下手に構っちゃいけなかったんだな。フルルは私以外には懐かないから。おいでフルル。フル！こんな近くに。多少はアルフェンのことが気になってるみたい。一緒に旅をしてるってことくらいは分かってるんだと思う。名前を呼んだら返事をするくらいにはなるかもね。そうか。弱っているわけじゃなかったのね。ああ、よかった。